経営学科の紹介をさせていただきます学習院大学経済学部経営学科の河子と申します高校生の皆さんからよくされる質問の一つに経済学と経営学の違いは何ですかというものがあります。経済学では経済の仕組みを学びます。 経済主体と呼ばれる家計企業政府それに海外を加えた4つの主体の間での行動と関係を分析します社会全体でどのようにお金が回ればみんなが豊かに幸せになれるのかということを考えそのためにはどのような 制度を設計すればよいかということを考えていきます一方で経営学というのはこの中でも特に企業というところにフォーカスをします企業が利益を上げ長く存続していくためにはどのようなことをすればよいかということを考えますそのためにはお金と 人と物そして情報という経営にとって重要な資源をいかにうまく回していくかということを考えなければいけません。そこでどのように競争するかという経営戦略そしてそれをどのように行うかという経営管理すべては人と組織が行いますので 組織をどのように作っていくかという組織論この3つを学問の柱としてこの柱を支え実際に授業を回していくときに必要となるお金物サービスということについて学んでいきます。学学習院大大のの最も大きな特徴一つに程よい規模感 程よいいい距離感とととうことがあると思います教員1名に対して学生平均15名という教員の目が学生一人一人に行き渡るそういう規模感で専門の教育をきめ細やかに受けることができます。そして学生の皆さんが望めば全ての学生さんがセミナールに所属することができる。 というのも大きな大きな特徴の一つです中でも1年次ほぼ全員が履修する経営入門演習はとても特徴的です高校生が大学で経営学を学ぶための入り口に立つためのプログラムですそれぞれの教員の専門に即した内容で少人数クラス方式の演習を通じて 経営学を学ぶための接続を行いますはじめましてというメンバーそういうメンバーに囲まれて入学早々から学ぶための仲間の輪ができます2年次から始まる専門ゼミでは徹底した少人数教育でさまざまなことに挑戦できます国内だけではなく 国外で積極的にゼミ活動を行うゼミキャンパスを飛び出して社会とのつながりを促すゼミキャンパスの中でじっくりと理論を学ぶゼミそのゼミそのゼミで活動の内容はさまざまですが全てのゼミが徹底した少人数教育で教員の手厚いサポートを受けながら さまざまなことに挑戦しています一年次の授業を通して大学でこういうことを実現したいという夢を膨らませて二年次の専門ゼミを自身で選択していきます特徴あるゼミ活動のほんの一部を紹介していきましょう上田ゼミでは2009年から石川県能登町の町おこしのお手伝いをしています ゼミ生が実際に現地調査を重ね町おこしのための地域資源を発掘しますそして効果的なプロモーションを企画し実践するという内容です青木ゼミでは製パン会社とコラボレーションし製品開発を行っていますコンセプトを開発するための実食調査から始まり実際に 新商品のコンセプトを企業の担当者企業のトップマネジメントにプレゼンをします採用されたコンセプトは実際に製品化され店頭に並ぶという非常に実践的な内容です実は今年も7月に癒しのマフィンという製品名で新商品が発売されました 青木ゼミでは、このほかにも、さまざまな企業とコラボレーションをして、企業のマーケティング活動を実践的に学ぶという研究活動を行っています。河合ゼミでは、一風変わった産学連携を行っています。中小企業の現場改善に取り組むという経営コンサルタント活動です。学生が中小企業の現場で、 丁寧に丁寧にヒアリングを行いその現場の問題点を発掘しますそして実際に改善活動を起こすための課題解決の方法を企業に提案するというものですさまざまな課題が考えられると思いますが IoT AI というところに関連した課題に関して大手通信企業と連携し 実際に情報システムを開発して現場へ導入するということを試行していますでは少し座学の授業の紹介もしていきましょうまずは 1, 1年次の授業を紹介していきます経営学科を受験する学生の皆さんに大人気の授業の一つとしてマーケティングという授業がありますこの授業では マーケティングとは何かという基礎概念を学び消費者行動を理解した上で顧客価値とブランド価値を向上させるためのマーケティング戦略そして製品開発やコミュニケーションについて学んでいきます。文系学学部でありりながら情報技術・データサイエンスに関連するる基礎知識をじっくり学べる というののも学習院特徴です数学が得意な人も苦手な人も1年次からじっくり経営問題に関するサイエンスを学んでいきます。2年次では1年次に学んだ基礎知識を土台としてよ,より専門的な内容を学んでいきます。例えば経営戦略 新型コロナウイルスの感染が拡大して経済が非常に停滞している状況それとそうではない状況では私たちが取らなくてはいけない戦略は全く違うものになりますそうした外部環境と自社が持つさまざまな資源の状況これらを合わせて経営理念事業ドメインといった組織のあるべき 姿を描き、そして進むべき方向を定めるそれを実現するためのシナリオを設計するそのための考え方を学びます企業経営にはお金が不可欠です適切にお金を使って事業を回し大きくしていくということを考えなくてはいけません そのお金の使い道を正しく記録し透明性を維持していくための道具として財務諸表というものがありますその財務諸表の仕組みを学びそれがどのように活用されて企業や社会に影響を及ぼしているかということを学ぶのが財務会計という授業ですそれから 物やサービスをどのように作って市場へ送り出していくかということも考えなければいけないただ効率よくコストを下げて物を作ればいいというだけではなく環境への配慮持続可能性最近の言葉では SDGs と言われていますがこういうことに企業がどのように対応していくかということが 社会的な責任としてて求められています生産システムという授業では生産流通の仕組みの構築にはどういうことを考えて他の企業とどういうふうに共同していくことが必要になるのかという考え方について学びます。3年時はより深く人によってはより広く知識を広げていくそういうフェーズです。 中でも多くの学生さんにとって大きな影響を与えるのが演習3年生つまり3年生のゼミナールだと思います先ほども少し紹介しましたが他にも多才で個性豊かな教授陣が皆さんの学びを演出しますそれぞれの分野で第一線で活躍する先生たちがその 専門性を持って皆さんの興味ある分野の学びを主導します仲間と先生とさまざまなことに挑戦できるのが3年生のゼミナールになりますまた学習院大学経済学部ではさまざまな資格の取得を支援しています 経営学科の就職状況についいいても少しし紹介したいと思います一年次からのキャリア教育キャリアセンターの行う熱心なセミナーそして長い歴史の中で先輩たちが脈々と築いてきた大学自体のブランド力一番の成功要因はもちろん学生自身の高い能力と人間力だとは思います。 が近年でも自分たちのつきたい職種就職したい会社に自分たちで選んで就職をできるコマを進めているという恵まれた状況にあります銀行や証券会社など金融関係への就職が多いという印象もありますが実際には it コンサルなど専門職をはじめとするサービス業運輸通信 流通、マスコミと非常に幅広い就職先に就職実績があります最後に、なぜ学習院大学で学ぶかということについて少しお話をしたいと思います皆さんが高校の歴史の授業で学んでいるように1800年代にはイギリスで蒸気機関による第一次産業革命が起こりました 1900年代には石油・電力といった動力革命による大量生産が始まりますそして2000年代にはコンピューターやインターネット技術が飛躍的に発展することによって自動化が進んでいきますそして今第4次産業革命と呼ばれる あらゆるものがつながる時代の変わり目を皆さんは生きています産業のあり方生活のあり方が大きく転換しますこれまで全く求められなかったような能力を私たちは求められるようになりますこのように先が見えない誰も正しい答えを持たない時代 そういうい時代に皆さんが身につけなければいけない能力はどういったものでしょうかまず一つ目は A ならば BB ならば C だから A ならば C なんだというふうに一つ一つ論理を組み立てていく「論理的思考能力」というものが皆さんの大きな武器になります。 論理的思考能力には演繹的なアプローチと機能的なアプローチという二つがありますそして今大変社会から注目されている能力にアブダクションという能力がありますこれはさまざまな事象が起こっているその結果を逆説的に見て正しいと思われる仮説を形成する そういうい能力ですその仮説が正しいかどうかはわからないけれども非常に説得力があるそういう仮説を形成して確かめる力というのが今このようにスピード感を求められれる時代には大きく注目されていますこのように論理的思考能力やアブダクションの能力こういうものは少人数教育で徹底して 教員の目が行き届く規模そういう規模で何度も何度もトレーニングを繰り返すことによって確実に伸ばすことができますただ実はトレーニングだけでは得られないものも非常に大切なものがあります例えば A ならば B、B ならば C というふうに論理を組み立てていくときにもこの スタート地点になっている A というところの論理が間違っていたら最終的に導き出される C はどうでしょうかそしてたとえ正しい仮説を立てられたとしてもその仮説がみんなにとって魅力的なものでなければ導き出された答えはやはりみんなにとって全く魅力のないような正しい答えが出てくるということもありうるわけです。それから 何か仮説を形成しようとしても問題を解決しようとしても今ここで起きていることに何も気づかないでいると素通りしている人には問題を解決する入り口に立つことすららできません。さらに、ABCXY とさまざまな経験を積んでいる人でなければ正しい仮説を立てるということもできないわけです。豊かな感性と、 さまざまな経験を積むことによってここで魅力的な出発地点の A を設定するそれから素晴らしいひらめきで仮説を形成するそういう誰にも真似ででききななないような魅力的な能力的能を育むことができますそのために必要なのが直接的に間接的にいろいろな経験をすること。 それから成功や失敗を繰り返して心が大きく揺さぶられるような体験をすることそしてとても大事なこととしてやりっぱなしにせず必ず振り返りをするこういう経験を繰り返すことが非常に大切になっていきます。少人数教育ででさままざなな挑戦を繰りり返すことががきる環境都心にありながら 四季折々にその姿を変える緑豊かなキャンパス入学から卒業までワンキャンパスという恵まれた環境でさまざまな経験を積むことができる学習院大学という学びの森は皆さんの豊かな感性を育むという意味でソフト面でもハード面でも他にはない素晴らしい可能性を持っていると言えます。 今年は新型コロナウイルスの感染が拡大しているという特殊な事情で実際にキャンパスに足を運んで見て感じるということが非常に難しい状況ではありますがホームページや大学案内などを参考にぜひ、学習院大学経済学部経営学科を身近に感じていただけたらと思います。ではまたお会いしましょう。